おはようございます。今日ももう30度超えてるようでございます。暑いね。和子さんはまだ食堂が通らずに水分補給およびエネルギー補給ができてないので今日もう休みです。今日とりあえず近くのお医者さんでも連れてって、まあブドウ糖とか栄養を少し補給してもらわなきゃいけないななんて思います。あと胃カメラでもあればそれでね詰まってるものを撮ってもらえるといいんでしょうけど、そううまくやってくれるかどうかちょっと分かりません。南検は水曜日に行くんですけれども、今日ちょっと電話で連絡してみてっていう感じですかね。ちょっとねやっぱりこの時期に水分取れないっていうのは外出るためには致命傷ですからね。今日もお家でお留守番です。みーちゃんも寂しいね、一人じゃないや、また来ないとね。最近ニュースで水不足、利根川水系の矢木沢ダムとかの貯水量がちょっと心配されてますけれども、ね、ずっと確かに空梅雨でね、大丈夫なのかなと思ってた時にはゲリラ雷雨とかあるからそれで大丈夫なのかなと思ってたんですが、やっぱり足らないようですね。節水は皆さんどうしてますか？うちはもうお風呂は追い炊きができるので何日間か同じ水使ってますし、シャワーも体全部洗って一度に流す感じだから、そんなに毎回毎日ね溜めて沸かしてお湯入れてっていうことは方とよりは少ないのかなと自負してます。あとトイレなんですが、もうどんくらい半年ぐらいになるかな、うんちしても小で流れるんでそれしてます。やっぱり小と大とじゃ何リッターか使用する水の量が違うみたいなんで、そういう面でもある程度は節水できてるんじゃないかなと思っております。皆さんの節水方法なども教えていただけると嬉しいです。みんなで共有できればなと思います。はい、見た危ないですよ。はい、ねえ暑いね、気をつけて帰ろうね。今日は抱っこしないで済みますようによろしくお願いします。有明ガーデンに来てます。病院に電話したところね、今日来てくださいってことでしたんで来ました。詰まってるのを胃カメラで撮ってくれるのか、ともちょっと弱ってるんで点滴とかするのかね、ちょっと分かりませんけれども、今先ほど病院に入りまして10時半からってことなんで、もう診察はしてもらってるんではないかなと思われますね。よいしょ。もう16時過ぎてしまいました。またかかってるようです。 LINE も既読にならないからずっと寝てるのか。さっきこの内視鏡科っていうの、そっちに呼ばれたっていう、さっきっていうでしょうか、だいぶ前に連絡がありまして、それから全然です。あれ1時、2時ぐらいだったっけ
けかな。はい、どうなんだろう、今日はアマゾンもしかすると間に合わないかもしれない。先日お母さんので1回キャンセルしてる、24時間以内のキャンセルしてるんで、今回はどうなることやら、まあしょうがないですもんね。まあペナルティやったらペナルティで甘んじて受けるしかないと思います。5時半ぐらいまで終わればなんとか、無理かな。まあ急いで帰ってろくなことないからね。ゆみちゃんも今日は疲れたようでございます。終わってほしいです。はい、無事に出発できます。6時2分です。5時ちょっと前に終わりまして、高速使って帰ってきまして、5時半ちょっと過ぎには家着きましたね。はい、なんとかバタバタでしたけど、ミミちゃんにご飯あげてブラッシングして、逆か、はい、時間通りにだいたい出れました。焦らずに仕事できそうで良かったです、ね、こういう車の仕事っていうのはね、焦っちゃうといけませんからね、で落ち着いていけますというわけでございまして、6時半から4時間できます。いや、遅めに撮っといて良かったですわ、今日はどこになるんでしょうか。なんか最近浦安か行徳か江戸川か、もうなんかその西側ばっかりですね。だから AI がもうそういう風に選択するのか、なんかみんな AI が決めてるそうなんですけれどもね。はい、まあ行ってきます。ではでは。